明日から始まる大学入学共通テストを前に、県内の会場となる佐賀大学で準備が進んでいます。今年は受験生にマスク着用を求めないなど、コロナ前の対応に戻っています。大学入学共通テストは明日から2日間行われ、県内では佐賀大学の本庄キャンパスと鍋島キャンパスの2つの会場で、去年より228人少ない3164人が受験します。今朝は大学の職員が受験番号が書かれたシールを机に貼るなど準備を進めていました。新型コロナの5類移行で、今年は受験生へのマスクの着用を求めないということです。また追試験も各県で行われるのではなく、コロナ前と同様、全国を2つの地区に分けて実施されます。明日1日目の試験は地理歴史公民、国語外国語、あさって2日目は理科と数学が行われます。